どうも、ミスタです。今日は私ミスタから大変大事なお知らせがあるということで、早速なんですが発表します。私ミスタはなんとサポートドラマーとしてあるバンドのライブに出演させていただくことが決定しました。というわけでこちらをご覧ください。はい、というわけで大変驚きのニュースなんじゃないかなと。そしてですね、もう一つ驚きの事実を皆さんにお知らせしなければならないんですが、実は今日先ほどですね、今日の日時で7月20日先ほどまで、配信ライブをされていたトータルパッド様の配信ライブにオープニングアクトとしてビッグママがサプライズ出演していたんですけど、なんとこちらにもすでに私ビスタンサポートドラマーとして出演させていただいておりました。ビッグママというもう10年以上バンドシーンの第一線で活躍され続けていて、武道館公演もされているようなスーパーバンド、このバンドになぜ僕が出演させていただくことになったのか、この経緯をお話しさせていただきたいと思います。ビッグママの皆様がですね、2020年の大いなる新展開に向け、いろんなドラマーさんとセッションをされていたんですね。実はそのセッションの中に私ビスタンも参加させていただいてたんですね。他に参加されたドラマーさんたちがどのような方々だったのかっていうところまでは僕も把握はしてないんですけれども、ビッグママがね、長年駆け抜けてきたバンドシーンの中で培った仲間との絆を通じて知り合った凄腕ドラマーたちと大変意欲的なセッションが行われたということだったんですけれども、その結果、大変僭越ながら私ビスタンがライブに出演させていただくことが決まりました。ありがとうございます。出演が決まってですね、嬉しかったのはもちろん、とにかく僕自身驚きだったので、その後ボーカルの金井さんにお話を伺いました。ビスにお願いした理由、理由は顔というのは冗談で、自分たちのビッグママの音楽に一番ハングリー貪欲でいてくれたから、最後の決め手となったのは熱意。大変ありがたいお言葉をいただきました。情報が解禁となったバンドのオフィシャルコメントの方でも、とても素敵な文章とともに私の出演に関して触れてくださっておりますので、ぜひビッグママのオフィシャルホームページ、オフィシャルツイッターをチェックしてください。リンクは概要欄に貼っておきます。私事にはなってはしまうんですが、この YouTube チャンネルはもちろん変わらず発信を続けていきますし、まあ何よりビスタンとしてライブのステージに立っていつかみんなに会うんだというこの一つの大きな目標が、こんなに夢のような形で叶うことになりそうで、めちゃくちゃ嬉しいです。ビッグママファンの皆様からしたら、誰やねんこいつと、こんなわけわからん見た目のやつ本当に大丈夫かと思われるかと思います。僕からしても本当に未曾有の大抜擢で恐れ多い部分もあるんですが、これに関してはもう言葉ではなく愛と気持ちのこもったドラムでお答えし、全身全霊でライブの成功、そしてビッグママが作り出す音楽の世界を支えることをここにお約束します。どうか応援よろしくお願いします。引き続きビスタンの動向に注目しててくれ、応援よろしくお願いします。